トロイのブルータス、Promptuarii Iconum Insigniorumより、トロイのブルータスは、トロイアの英雄、アエネアスの伝説上の子孫で、中世のブリテン伝説では、ブリテンの建国者、最初の王、名祖として、有名だった。この伝説が最初に登場したのは、年ニュース作とされる9世紀の歴史書、ブリトン人の歴史だが、12世紀の年代学者、ジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王史の記事が最も有名である。しかし、ブルータスのことは、いかなる古典のテキストにも言及されておらず、歴史上の人物だとは考えられていない。ブリトン人の歴史には、ブリテン島の名前はヒスパニア及び、ブリテンを征服した、ローマの執政官ブルータスに由来すると書かれてある。さらに、ローマ建設以前を舞台に、ブルータスは、アエネアスの孫、または彦だという話も描かれている。ティトゥス・リウィウスや、ウェルギリウスらローマの本に従って、ブリトン人の歴史では、アエネアスが、トロイア戦争の後、いかにして、イタリアに居住したか、その息子のアスカニウスがいかにして、ローマの母氏の一つであるアルバロンガを建設したかを語っている。アスカニウスは結婚し、やがて妻は身ごもった。アスカニウスの次男もしくはアエネアスの子であるシルビーオスを父親とする違反もある。生まれてくる子供の将来を聞かれた魔術師は子供は男の子でイタリアで最も勇敢かつ愛される人物になるだろうと予言した。アスカニオスは怒って魔術師を処刑したが、母親は出産で死んだ。ブルートゥスと名付けられたその子供は偶然の事故で父親を矢で射殺し、イタリアから追放された。ティレニア海の島々の間を放浪し、ガリアでトゥール市を建設した後、ブルートゥスは後に自分の名からブリテン島と呼ばれるようになる島に到着し、子孫を増やした。ブルートゥスの治世は、高僧エリがイスラエル王国で獅子を務め、契約の箱がペリシテ人によって奪われた時代と同時期であるという。ブリトン人の歴史の違反では、ブルータスをアスカニウスの子シルビオスの子供とし、その家系はノアの子ハムまで遡る。しかし別の章では、ブルータスはアスカニウスの子にして、ノアの子、ヤペテの子孫である伝説のローマ王沼ポンピリウスの彦としている。こうしたキリスト教家の伝統はトロイア王家をギリシアの神々に関連づける古典のトロイアの家系研究と対立するものである。ブリトン人の歴史ではヤペテの家系まで遡る最初のヨーロッパ人アラヌスの子ヒシジョンの子ブルータスについても言及している。このブルータスの兄弟はフランクス、アラマヌス、ロマヌスでヨーロッパの重要な国々の祖先とされている。ジェフリー・オブ・モンマスの書いていることはほとんど同じ話だが、より細々としたことが記述されている。このバージョンでは、ブルータスはアスカニウスの子ではなく、はっきりと孫である。ブルータスの父親はアスカニウスの子、シルビウスとなっている。魔術師はブルータスが両親を殺すだろうと予言している。その予言は、ブリトン人の歴史で書かれたように現実のものとなり、ブルータスは追放される。ブルータスはギリシアを旅し、そこで奴隷にされていたトロイア人の一団を見つける。ブルータスはそのリーダーとなって、戦いの連続と人質拘束の末、ギリシア王パンドラソスはトロイア人たちを解放せざるを得なくなる。ブルータスは結婚でパンドラソスの娘インのゲンを、それに、航海のための船と食料をパンドラソスから得て出港する。トロイア人たちは人の住んでいない島に上陸し、ディアナの配信殿を見つける。その場にふさわしい儀式を行った後、ブルータスは女神像の前で眠りに落ち、自分が住むことになる運命の島の原始を見る。その島は西の海にあり、少数の巨人たちが住むのみの島である。北アフリカでのいくつかの冒険と、セイレーンたちとの遭遇があった後、ブルータスは、ティレニア海で、英雄、コリネウスに率いられた、追放された、別のトロイア人の一団を見つける。ガリアで、コリネウスは許可も得ず王の森で狩りをし、アクイタニア王ゴッファリウス・ピクトゥスとの戦争を引き起こす。戦いの中で、ブルータスの甥トゥルヌスが死に、トゥルヌスが埋葬された場所に、都市トゥールが建設される。トロイア人たちは、ほとんどの戦いに勝利するが、数においては、ガリア人が圧倒していることは分かっていたので、船に戻って、アルビオンと呼ばれていたブリテンに向けて出帆する。ブルータスたちは、アルビオンの巨人の子孫たちと出会い、それを打ち負かす。ブルータスは島に、自分の名前を付け、その最初の王となる。コリネウスは、自分の名から付けた、コーンウォールの支配者となる。巨人たちの侵略もあるが、リーダーのゴグマゴグを除いた全員が殺され、ゴグマゴグは、コリネウスとのレスリングの試合のために残されるが、コリネウスに、崖の向こうに投げ飛ばされ死ぬ。それからブルータスは、テムズ川の岸に都市を建設し、トロイアノバ、つまり新トロイと名付ける。現在ギルドホールがある場所に宮殿を、現在セントポール大聖堂がある場所に、ディアナ神殿を建てる。ロンドンストーンは、ディアナ神殿の祭壇の一部だったと言われている。都市の名前は、トリノバントゥムを経て、ロンドンと呼ばれるようになる。ブルータスは、人々のための法律を作り、24年間統治する。遺体は、タワーヒルの神殿に埋葬される。ブルータスの死後、島は3人の息子たち、ロクリヌスにはイングランドを、カンベルには、ウェールズを、アルバナクトゥスには、スコットランドをそれぞれ分け与えられる。トットネスのブルータス・ストーン・ウアースのノルマン語による、ブリュ物語、ダイアモンの古英語による、ブルートといった、ジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王史の初期の翻訳及び本案は、タイトルがブルータスの名前に由来し、ブリュットという語はブリテン史年代記を意味するようになった。ブリュット・ワイ・ブレネネドと呼ばれる中世ウェールズ語の本案や、ブルータスは登場しない7世紀からのウェールズの支配者を物語る続編では、ブルータスはブリュット・ワイ・タイオイ・サージョンとして知られている。ジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王史は、ブルータスとその臣下たちは、レボンのトットネスに上陸したと書いてあり、トットネスのフォーストリートにある、ブルータスストーンとして知られる石はこれを記念したもので、ある。ありがとうございます。